ホロキュアをやります。もうね、これずっとやりたかったんだよね。話に聞くと、ヴァンパイアサバイバーズみたいな面白いゲームだって聞いたので、やっていきます。あ、え？お、あ、今オープニング入ってたな。まあでももうみんな見てるよね、多分。いろんなもうホロメイがやってますもんね。ね、めちゃくちゃすごくないこれ。オープニングがさ、SSS なんだけど。ねえ、しかも無料だからもうみんなできるでしょ。自分でもできるもんね。しかも何やらショップを見たんですけど、なんと、カミングスーン。これ、ゲーマーズだよな。すごい。これさ、いつかはメルも、登場したりするのかな。するのかな。これ全員使えたらめちゃすごいけど、まあ大変だよね。よし、お金ちょっとないんでまだ買えません。誰も。ひとまずね、プレイやっていきましょう。はい、あ、もう使えるのか。あ、EN 1期生はもう最初から。じゃあ、そうだね。メルは、そうだな。アメリア。同じ金髪組のアメリア。いきますか。はい。ね、ラスボスを倒してステージクリア。エンドレスモード。できるだけ長く生き残ってランキングのトップを目指せ。矢印か。 W じゃないのか。 OK。 え、すごくない？ヤゴーいるんだけど。もうヤゴーいるんだけど。アメリアは10なんだね。一方向に今飛んでますね。え、なんかノイズがすごい。ちょっと待って。からな、これ今変えられないんだよな。でも確かにブツブツってなってんね。ん？今は？今どう？今大丈夫？オッケー。すごいな、BGM が全部ホロライブ。ホロライブ。入ってる。ちょっとこればっかりは配信一回やめ、きゅ、ん？どうだろう。このままの枠でできるかな。ちょっと待って。よし、オッケー。じゃあちょっと
気を取り直してやります。ホロキューやります。アメリアで行きます。ゴー。あ、これ敵倒したらもう HP もらえるんだ。辛い。で、これを拾って進化していくと、これ一方、あ、はい、一方向にしか来ないのきついね、まだ。これ進化していくしかない。え、待って、動かなくなったんだけど、急に。じゃ、まだわかんないな。ペンライトを投げる。ランダムな相手を攻撃し、各ヒート 100% ダメージを与える犬を得る。犬？すべての回復力を2倍になる。え、めっちゃ良くない？ババ強い。ピストルショット、あー、これもいいな。全部いいやん。じゃ、ババ。いけ！いけ、ババ！お、強い！じゃ、左は任せた。背中を預けたぞ、ババ。今のアメリアちゃんだと、一方向にしか銃が行かないからね。もう普通そうなんだけどね。銃ってそういうものなんだけど、やばい！囲まれた！ババ、助けて！あ、はめるタイプの、あさここ。クリティカル、ピストルショット。エリート、溶岩バケツ。どれがいい？まあ、でも、最初だから、ま、好きなのね、選んでてもいいと思うんだけど。尻尾か。これ、ブーメラン的なやつかな？え、回復じゃないの？エリート、溶岩バケツ。みこち頼んだ。あ、強い。ボムみたいなもんかな。とりあえずちょっとやってみてね。うん。え、このハートはじゃあ何？ホロボム。あ、ボムだ。すべての回復量2倍。敵を倒すと 20% の確率。クリティカル。近くの。相手に全てダメージ。え、ナースの角強い。チョコ戦強い。マジガチ。チョコ先生頼んだ。今ミコチとこチョコ先生とババの力で、そう、ババの加護がついてます。ガチ。チョコ先生頑張れ。やばいやばいやばい、いっぱい来た。え、これいけるか。こんなの、え、無理。あ、え、なんで、なんで死んだ。え、敵が全員散ってった。え、これは、うわ、ウーバーシープだ。もうこれはなんかレベル上げてもいいな。あ、時間で消えるタイプね。溶岩。暗い暗い溶岩。マグマで、マグマで燃えろ。え、ちょっとやばいな。あー、なんかでっかいやつ出てきた。てか、ババどこ行った？え？いないんだけど。あ、ババ？最高アックス。斧か。悩むね。え、でも待てよ。あと武器4つゲットできんのか。じゃあ、もらっとくか。アックス、強いんじゃない？アックス。アックスやるじゃん。あ、ババ来た。おかえり。強いじゃん。え、強いじゃん。ボス倒したいなぁ。宝物とかないんか、宝物。暗い。やばい、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 やばい。逃げろ、逃げろー。抱き枕、フルコース。
シールドはいい。いや待ってよ、15ダメージ吸収。いや、いいな。フルコース、バケツかフルコース。フルコースよくない？いった、2倍ってすごくね。あ、ほんとだ、なんか矢印出てるわ。なんだ、宝物？あ、ハンバーガーある。どうしよう、ババレベルアップ。え、宝物落ちてる。なんだなんだろうな。あぶね、よく見ないと。どんどん増えてきた。あ、これも時間で消えるのかな。あ、消えた。よし、じゃ宝物拾わせて。うん、すごい神々しい。うーん、え、これな、え、これ何？え、何も書いてない。溶岩アックス。あ、バケツの数が2になる。え、これ何も書いてないやつは何？これで。え、これで。溶岩で。あ、フルコースね。いった。今はちょっとレベル上げていくしかできないね。いや、でも BGM がいい。やっぱり。なんかさ、ハロウィンの時期になったら、今宵はハロウィンナイトとか、あると、すごいいいよね。雰囲気出そう。ぜひ、いっぱいいろんな、みんなを見たい。でもこれもさ、なんかお金の力で強くなれる？ 10 円？ 10 円もらった？もしや。え、10円しかもらえてないの？え、ちょっと待って。あ、戻る。あれ、どうやって戻るんだ？あれ？設定？あれ？あ、効果。え、お金お金。え、10円、そんな1000円も。みんなを強化するには1000円いるのか。アップグレード、わー、これ欲しい。全部欲しい。そんなお金が。ちゃんそんな顔で見ないで。ちゃん10円ですか。10円か。なんで来たの？やめてよ。じゃあ、モカメディアで行くわ。お金貯めないとね。お金あったっけ？じゃあ、ハートはなんだ？これはあれか、敵のなんか、命の灯火的な？お金貯めたい。お金が欲しい。今は力よりもお金が欲しいです。どこにあるんだお金は。あれか、ボス倒したらもらえるとかかな。パパパパ、ババ。でもなんか全員使ってみたい。どういうみんな攻撃するんだろう。パパー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 パパ
待って待って待って、メルがくしゃみしてる間よかった、まだそんな敵がいなくて。タッタンタッタン、やばい、まだ0円だ、お金。え、これめっちゃいいじゃん、 FPS マスタリー、ミステリー、これ強いんじゃないの。いや、これ焦るよね、消えるとはいえ。怖い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 、あー、お金がないよー。これチョコ戦、チョコ戦、お金全然出てこないな。まだ先なのか、まだお金をもらえるレベルまで達していないと。どうやったら、あ、宝物でやっぱもらえるんだ、ボスなんだ。あ、ボスいるじゃん、こいつを倒したい、頼むよ、君倒したら1000円くらいくれる、頼むよ。一つにね、集めてね。よしよしよし。クレジットカード。あ、お金が 20%。 あ、でも、あ、ダメだ、強化が薄れちゃうのか。だったらババかな。ちょ、今のメルの力じゃ、それはやっちゃダメだ。え、何？アクス、アクス、アクス、ババがね、今レベル3だから強い。ナイス、ババ、えい、タタ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 、 BL 本があるんですけど。それでどうやって戦うんだ。え、取る取る、お金はあった、お金ありました。あ、128円、あれ、思ってたより少ない。ペンライト発射速度、これだ、100円、1000円だと思ってたのに、期待すぎた。あ、お金ある。あ、これ1個で10円なんだ、そんなー、期待値が高かったから、なんかね、100円かーってなっちゃう。え、これ BL 本のレベル上げてったらさ、 BL 本がメルを守ってくれる感じになるの。フルコース、すべての回復量が2倍、ヘッドホン、悩むな、これだ、フルコース。え、上からなんか、あ、やばやば、おー、ナイス、今の上手くない。そろそろ磁石欲しいな、こう、このホロライブマークを全部さ、体にすりつけたいんだけど。あ、ボス来たな、宝物、また100円かな。いや待てよ、でも2番目のボスだから200円、200円はくれる、200円はくれるか。いや、きつい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 、やめて、逃げろ逃げろ、あー、158円、すごい、なんかコツコツお小遣い貯めてる小学生の気分。ママ、ママ、もうちょっとお小遣いあげて、
ょっとキャラクター変えるか。プレイ。じゃあ次は、グラちゃん行くか。トライデント好き。行こう。お、あ、こういう感じか。うん、シュッ。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 まだ一回も当たってない。シュッ。シュッ。シュッ。でもこれも進化してったらめちゃくちゃ強くなるでしょ？シュッ。おお、強い。まとめて。シュッ。ボコボコにするぞ。あっ、助かる。ダメージ 20% 上昇。ウーバーシープ、食べ物が降ってくる。え、めっちゃ、あ、これもめっちゃいいな。食べ物。ってことは回復できるってこと？スパイダークッキング。ハーチャマクッキングか。いや、でも、武器欲しいね。シュッシュッシュッ。え、みんなはさ、どの EN の子たちを使ってるの？お気に入りのキャラクター誰ですか？まだコメント欄を見る余裕があるぞ、今。今は。サナちゃん。カリオペ強い。強そう。だって死神だもんね。アメちゃん。イナスケ。アイリス。すごい。カリ、カリオペちゃん人気だな。ちょっと楽しみ。マスク。アトランティスの力。かっこいい。じゃあ、ミコチ。ちょっと2番目のボスまで行きたいよね。お金も貯めたいけど。倒せないかな？あれかな？レベルアップが遅い？あそこまでにめちゃくちゃちょっと強化しとかなきゃダメ。まだなんかさ、すごい、エンコード泣かせの、ブワーっていうのないじゃん。まだそこまで行ってないじゃん。メルのホロキュアはさ。経験値が足りてない。あ、めっちゃ来るやん。これめちゃくちゃビームとかでブワーってやりたいな。磁石欲しい。磁石。確かホロキュアでは磁石なのかわからないけどね。でもこれさ、思いつくのめちゃくちゃすごいよね。やっぱ愛に溢れてる。愛がまたこの世界って感じ。よく思いつくよね。ホロメンのその特徴を生かしたアイテムとかさ、すごいよ。ね、愛がすごい。あ、めっちゃ落ちてるじゃん。拾う。全部拾う。抱き枕、ホロボム、髪跡。アックスで行くか。よいしょ。よし。右にめちゃくちゃなんか落ちてたんだよな。ちょっと熱くなってきた。クーラーをつけたい。暑い。ピピ。オッケー。なに？ああ、いや、結構痛いな。宝物。
アックス。ミコチ。ミコチ。アトランティスの力。どうしよう。マグマ、そう、マグマ。マグマのことミコチって言ってる。シャークバイト。神跡、これ、アトランティスがいい？星マークのある装備がいい。これ何？レア度的な感じ？チビ？パワースタート移動速度。やばいよ、ちょっと待って、死にかけ。ウーバーシープ。ウーバーシープないの。やばい。やだ。まだ死にたくない。まだお金100円ももらってないんだから。こいつだけでも倒したい。よし！来た。頼む。お金もいっぱいちょうだい。じゃじゃじゃーん。みこち。あ、一個だった。ここで死ぬんだよ、いつも。逃げろ。ちょっと逃げて。回復しよう。回復。え、待って、これさ、メルの攻撃じゃない？もしや、この水。なんだ？この、渦潮。これ、敵？これメル？あ、これがアトランティスのやつ。こんなん持ってたっけってなっちゃった。あれ？これがアトランティスの力か。ハンバーガー落ちてない。うわっ90、あ、でも他ね、ちょっとは溜まったよね。これでパンが2つ買える。じゃ、ちょっと、イナ行ってみるか、イナ。イナに。おぉ！めっちゃ強そう。えい。すごい強キャラ感がある。すごいな。ドン。心がくすぐられる。この攻撃は古のもの。タコたちに変化。クレーカーフルコース、これかな。もう1回ごとにだいたい100円貯まってってるから、10回プレイすれば1000円貯まるってこと。10回。でもまあ同じところで死んだ場合だけどね。あ、でもなんかさ、強化するやつは300円とかだった気がする。あと1回で強化できるか。ドン。ドン。彼と。ナース来た、チョコ先生だ。ドンドン。武器がないな。武器が欲しい。アックスか BL 本頼む。骸骨倒せない、強くてまだ倒せない。ハンバーグ今いらなかった。もったいない。そんなメルのお昼ご飯もハンバーガーでした。これで。これヤゴーの像壊す、
壊せないのこれ。壊したらなんか出てきたりしない？お金とかないのか。ヤゴ、ヤゴ見てないで、助けてよ、助けてよ。イナスケが敵に囲まれてるんだから、助けてヤゴ。あと強化できるお金を頼む。止める、武器不足だ。サイコアックス強い、やっぱアックス強いな。助かる。ちょっとやばいよこれ。逃げよう。一回倒せない。ちょっと経験値不足だな。この大群きつい。あー、もう出てきちゃった。ちょっとやばいね。武器がなさすぎて。アックスだけじゃ倒せない。逃げろ。イニシエを。イニシエ強いの。押し続けてみて。ん？ Z？ あー、え？あー、固定ができる。なるほど。固定した方がいいのか。じゃあ、あんまりこう方向向かないでずっと右。こんな感じ？このボス倒せるか？無理だよ、攻撃力足りてないって。もうダメだ、やだ。ゼロ円で死にたくない。ちょっと逃げよう。もうダメかこれは。ゼロ円で死にたくない。せめて100円でもいいから。ちょっと、あ、まだ体力あるからね。ちょっと経験値そこにいっぱいあるんだから取らして。あー、もう新しい敵来ちゃった。鳥ー。あー、もう一回。じゃあいいな。次キアラ頼む。キアラも強いぞ。キアラは剣だ。よし、キアラでお金を稼ぐって言うと語弊がある。なんか語弊がある、キアラでお金を稼ぐって。あ、いいね。不死鳥の盾、ドライルブレイザー。なんじゃこりゃ。え、強いよねキアラ。ピキピキピーマン、これあれか、なんか特有のアイテムなんだね。星がこれにしよう。ファイヤー、おお。え、すごい。これ絵描けるじゃん。ハート。閉じ込めてやろう、こいつ。閉じ込める。ちゃっちゃー、ちゃっちゃー、ちゃっちゃー。やば、囲まれた。まあでもね、囲まれたらメルが囲い返すよ、炎で。
ほら、ヘッドホンスパイダークッキング、ヘッドホン、これはブレイザーかな。おお、何、焼き鳥になんないじゃん。炎をかけてったぞあの鳥たち。経験値いっぱい取らして。ちょっとまだメルの火力が足りてないのか。よいしょ。ニコチ。ニコチ強いな。助かるな。溶岩と炎。今回のメルは炎属性でいく。かっこいいよね。いっぱい落ちてる経験値。なんか今回いけそうな気がしてきた。ダンサー、どうしよう。移動すると上限 40% まで毎秒 2% ずつダメージが増加。停止するとバフがリセット。何がいい。ボム、そういえばホラボム使ってないな。動き続ければ、メルずっと動いてるから。メルダンサーになります。メルあんま止まってないからな。止まらねえ、止まらねえホロライブだ、これが。ちょっとこれ回収してから、行くわ。宝箱。ダメージ 20%。 これだ。ミコチ、今回ちょっと調子がいい気がする。強い、やっぱ炎強いわ。落ちてるしね。これでいけるんじゃないか。 BL、 よし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 。メルに近づくと火傷するよ君たち。これいいじゃん、順調。経験値もいっぱい落ちてて助かります。チョコ戦、チョコ戦大事。メルティーキッスの絆、なめんなよ、なめんだよ。おい、 なんだそれ、聞いてない。あ、焦った、消えてくれてよかった。経験値、ドレイクブレイザー。悩むー。ブレイザーで。ブレイザーどんどん強くなってる。なんかいい、ダホなった。ちょっと、今は無理。なんだろう。メル、ウーバー頼んでないぞ。ピーポン、ピーポン、ピーポン。のさ、インターホン長いよな。ちょっと待って、すぐ行ってくるわ。なんかもう遅かったみたい。間に合わなかった。いや、
宅配だと思う。ウーバー頼んでないもんだって。今日は頼んでない頼んでないぞ今日は。ちょっと頼もうかと思ったけど、もう配信始まるからと思って、みこっちで頼む。あ、宝箱100円かな。あって、ああ、そう、木が見えなかった。くそー、痛い、このダメージ。ハンバーガー頼む、ちょうだい、ハンバーグ、ハンバーグじゃない、ハンバーガー。痛い痛い痛い、ちょっと拾わしてよ、拾わして、その宝箱どいて。あ、でもいいね、チョコ製のおかげが回復してるな。いいぞ、強いぞ、チョコ製。ピキピキピーマン、ピーマン食べたくなってきた、お腹空いてきた。いいね、じわじわ回復してるわ、さすが保健医、強いね。ダメージこれだ。え、メルさ、固定しない方がやりやすいんだけど、今攻撃方向。なんか固定にしてると慣れてないのか動きにくい。慣れかもしれん。20% 上げる。そうね、使い分けしないと。これかな、さっき 10% 上昇。剣あげるわ。ヒアラちゃん星状だもんね。死なないよ絶対、星状だもんね。いいよ、さっきより生きてる、さっきよりメル生きてる。欲しかった。だってなんかさ、さっきいなかったキャラクターいっぱいいるもんね。移動スピードは、移動スピードも欲しいけど剣だな。ホロダイブマークもさ、緑が多くなったね。ダンサーダメージが増加。チョコ戦かな。バケツで、いきます。宝箱。何が出るかなぁ。だん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 。80円。お、助かる。アックスももらえた。全部全部全部取って。攻撃2回当たる。これでいきます。すごい、火に引っかかるの怖い。あ、宝箱ある。BL 本で。赤のホロライブもある。アックスで。いけ。やった、お金180円もある。ダンダンダーン。みこっち。お金も貯めたい。うわー、新しいキャラクターで出てきたー。メルのことを本気でやろうと思ってる、みんな。なんか物騒なもん持ってる、この骸骨。直行先生マックスでいきます。ちょっと武器を強化したい。お金も取ってく。お！来た、マグネット。敵に回ったババ。ババ？どうして闇落ちしたの？BL 本。うわ、囲まれた。やばい。
まれてしまった。しかもなんか強くなってるこいつら。硬くなってる。この骸骨なんか硬くなってるぞ。チョコ先生、助けて、助けてチョコ先生。あ、よし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 。今7分、これで7分か。30分間生き残れるか。うん、きついだろうね。強化1個もしてないからね。宝箱がある。これだ。うわ、めっちゃかっこいい。あ、20分なんだ。じゃんじゃんじゃーん。あともうちょっとで半分だね。これさ、よく見たらこれ誰の抱き枕？これ、ホロメンじゃないよな。もしかして、ヤゴー？しかも水着、水着か下着か分からんけども、めっちゃ強くなった。かっこいい。すごい。これなら勝てるかもしれない。くらえ。かっこよすぎる。うわ、めちゃくちゃ落ちてる経験値。アックスで行こう。ちょっとこのボス倒したいけどね。まずは経験値を貯める。やばい、やばい。どいて、どいて。やめて、やめて。まだ死にたくない。痛い、痛い。骸骨、やめてくれ。強いな、硬いな、やっぱ。火力足りてない。え、このさ、上に出てるさ、お、焼き鳥になった。上に出てる青いバーは何だった？ HP の上に出てる青いバー。あ、焼き鳥助かる。焼き鳥助かる。アックスで行こうか。あ、食べ物、うん、悩む悩むな。あ、経験値？あ、経験値か。よし、宝箱。あ、3つだ！やったー！タララ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 ーン。はい、170円。いいじゃん？あともうちょっとで半分。半分来た。どうしよう。ここら辺も上げとくか。さらに強化。どうなの？おお。溶岩強い。タッタン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 。まだ硬いな敵。カチ。あやばいの来た。いや、いやだ。でもなんとかなるか。うまい、今のうまいぞ。え、どうしようかな。これ不死鳥の盾やった方がいい？フブラ、フブラ、フブラがやってきた。1がいい？ 2？ スパイダークッキング。あー、オーラ、あ、これ、なんか強そう。オーラ。やばい！ふぶ、あー、痛い！ふ
ジョコ先生強いな。2回食らったら死ぬ。2回で死ぬ。待って、600円貯まってる。やった。ちょっと来ないで。スパイダークッキー。いやー、ネズミいっぱい来た。危ない、危ない、危ない、痛い。倒したいな、フブラ。フブラやっつけたいな。あ、やっつけた、むしろ。あれ？わわわわわ。え？これ。高原子。高原子。もう、言葉がおかしくなってる。これで行こうかな。どう？成功。よし。宝箱。アックスで。BL で。アックスで。スパイダーで。もうめっちゃ強くなった。あ、一個か。じゃんらんらーん。スパイダー110円。あともうちょっとで1000円だ。え、結構いいんじゃない？いい感じに強化されてってる。クリアできるのか。半分切ったよ、でも。危険なマークが。その前に。よし。あ、合わせろってやつ？できるのこれ。BL と溶岩をやったらやばくね。燃えるじゃん、BL が。コラボ。アックスと BL？ どうなんのこれ。BL 本がなんでこうなった？これなんだ？うわぁ！やばい。無敵じゃん。めっちゃ強い。これもしかしてクリアできるんじゃないの？強い。斧と BL 本がなんか、そういうこと？これが受けと攻めみたいな。あー、きつい。きつい、きつい、きつい。BL 本と斧の BL ってこと？わからん、もう。なんでこうなった？斧がやっぱ攻めだよね。え？ BL 本がなぜ受けなのかわからんけど。メルはね、BL のこと全然わかんないからさ。つまり、どういうことだってばよ。生き残りたい。あと7分。あと7分。これ違うステージもある？クリアしたら、スパイダークッキング。クッキング。あ、ステージはまだここだけなんだ。なるほど。ね、アップデート増えそうだよね。楽しみー。クリアしたいなー。クリアしたいなー。できるかなー。今36レベル。やばい、強くなってる。なんか服着てる。どこで買ったんだよ、その服。ユニクロか、島村か、 GU か。やばい、いっぱい来る。
強くなってきた。敵が強くなってきた。いっぱい来る。やだ。ちょ。経験値拾わして、拾わして。硬いなぁ。やられなくなったぞこいつら。強くなってる。そんな島村の服防御力高いの？あ、宝の子だ。起動に行くぞ。拾うぞ。遠い遠い。あ、でもめちゃくちゃ落ちてる。メルがここで頑張ったという証拠だ。ここで頑張ったんだな、メル。拾いつつ行くか。よし、みっけ。コラボ、スパイダークッキング、みこちとハーチャマを合体コラボ。これスパイダーと溶岩やるといける？ハーミコどうなんの？おお、すごい。これはとんでもないものができてしまった。武器あと2個でできるのか。ペンライトはボムにするか。ボン。全然食らってない。レベルがやっぱ低いから食らってない。全然ボスだ。乗ってる。なんか合体してるんだけど。あれ、ボス、ボス、ボスやっつけたぞ。どうしようかな。これで、あれ、ボス、目でやっつけた。ダンダンダーン。なんだなんだ。あともうちょっとで1000円だ。1000円だ。みんな目標金額。ダラーン。あそこ、こう、ここちゃん。いけるか？あと4分か。来る。うわ、きつい、きつい。これも消えてくれる、ちゃんと。え、これ消える？え、どうしよう。消えてくれた。助かった。消えてくれなかったらちょっときつかった。よしよしよし、順調順調。あとはもう火力を上げようかな。上げていこうかな。え、待って、やばくない？体力こいつ強いのか。この人たち。ここちゃん。いや、ここまで行ったらクリアまで行きたいな。行けそうだよね。よし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 。お、ボスだ。ボスやっつけよう。経験値もいっぱいあるよ。クリティカル、爆弾で。行きたいなー。頑張りたいな。これいけるかなー。ボス倒したい。ボス倒したい。あ、よし、やった。え、ダンサー。おお、取る。うわあ。また新たな敵がやってきた。
え、待って、痛い。緑。緑やっぱ強いわ。一発が、めちゃくちゃ痛い。でも、あと2分。不死鳥の盾。でも、こんだけ経験値あればね。いけるか。あ、でもなんだかんだ倒してるな、ちゃんと。BL 本とアックスに守られている。うわー、いっぱい来た。うわー、ちょっときついよ。ねえ、どうだろう、これ。うわー。でもなんか守られてる、ちゃんと。ちゃんと守られてる。きつい、きつい、きついよ。助けて、助けて。いけるのか、これ。ちょっと。きつい。やばい。どこ？あ、死んだ。死んだ。死んだー。惜しい。あと40秒だったのに。ちょっと待って、強化しよう。お金いっぱい貯まったからさ。A ちゃん、見て。1400円も貯まったよ。どう？まだダメ？興味ないって顔だな。顔、強化しよう。何買えばいいかな。スペシャル。あ、スペシャル技、すべてのアイドルたちのスペシャル技を解放。セカンダリボン、セカンダリボタンを押すことで使用することができる。スペシャル。なんだそれは。購入。これ欲しい。お金も欲しいけどな。これだ。あと300円。これで。よし。じゃあ、次。カリオペちゃん。強いと言われているカリオペをやってみる。もうさっきめちゃくちゃ良かったのに、惜しかったな。あ、でもやっぱ強いね、カリオペちゃん。ワークホリック。いいね。えい。クリアしたい。これあれ？左のなんか黄色のゲージ？これ溜まったら X？ 痛い。ちょっとまだ倒せない、この骸骨。アックス。アックス強い。スペシャルのゲージ、もう溜まるよ。あともうちょっと。え、どんな技が出るんだ。もう使える。お、ゼリー？じゃあ使ってみるね。これで。ちょっといっぱい敵来てくんないかな。もったいないな、なんか。くらえ！あれ？あ、でもめちゃくちゃかっこいい。さすがにあいつら倒せなかった。え、めちゃくちゃいいな。
え、めっちゃいいじゃん。これ勝てるんじゃない？いけそう。20分目指す。頑張る。いけそうな気がしてきた。強いね、めっちゃ。え、これ全員分見たい、このスペシャル。いいな、凝ってるね。死神。騎士のミルク、もういいな。でも、メルはミコチを選ぶよ。強かったからね、さっき。聞いてないな。このスペシャル技も強化されていく？お金も貯めてね、ちゃんと。やばい、やばい。よし。宝箱。だいぶ慣れてきたな。ちょっとチョコ先生欲しい。チョコ先生、チョコ先生めちゃくちゃ強いからな。回復大事だよね。ヒーラー大事。メルがアイテム出るとしたら、なんだろう、吸収するとかなのかな。よくヴァンパイアの能力でさ、ゲームに使われがちじゃない？ドレインみたいな。ね。ドレイン。敵のなんか、そうそう、HP を取るとかさ。カプカプ。アックス。あんまりメルゲームでなんか吸収系使わないんだよな。ドレイン系使わないわ。あ、でもポケモンだとめっちゃ強いよね。メガドレインとかさ、自分の体力回復できるのがめちゃくちゃいい。ちょっときついな、きついな。あ、宝箱が下にある。拾いたい。くらえ。めちゃくちゃかっこいいんだよな、カリオペちゃんのスペシャル技。ファンビーム、ファンビーム。これカプミンの力で頼む。ビーム、鳥がきつい。デスビームみたいだね。デスビーム。ちょっと体力きついぞ。あーダメだ。デスビーム。でもちょっとカリオペちゃんで行くかな。このまま。ちょっときつかったな。でもさっき稲付けで行ったよね、最後まで。
ちょっともう一回カリちゃんでやってみよう。まあでもちょっとアイテム運とかもあるよね、正直。あ、キアラちゃんか。そうだそうだ、キアラの炎タイプで最後まで行ったんだ。キアラも強かったな。アイテムの運大事。ダンサーが強かった。本当？仕事してた？ZZZZ とかさ、ゲームやってたら WWW とかさ、こう打っちゃうやつね。ちょっと打たないで、文字。よし、ドーン。吸収これカマ強くなった。強い、強くなったぞ。一振りでも敵が瞬殺、爆弾で。足りない。あ、アイドル衣装、スペシャル技のクールダウンが 20% 低下。でもカマは出とくか。アイドル衣装ちょっと見たいな、カリオペちゃんのアイドル衣装。カリオペちゃんってさ、ロングスカートのイメージがめちゃくちゃあるからさ、ミニスカとか履いたらちょっとギャップ萌えしそう。絶対恥ずかしがると思うけどね。いいよね、普段ロングスカートしか履かない女がミニスカ履いた時のギャップ萌え。まあ、ズボン履かない、ズボンしか履かない女の子が、まあ、スカート履くのもいいよね。まあ、スバルちゃんとかさ、おかよちゃんみたいな、ボーイッシュなね、女の子が、女の子らしい格好するのも、すごくいいです。まあ、やっぱギャップ萌えって、いいよね。いいよね。ちょっと、よし、オッケー。レディーゴー。もうさっきよりはいい。クリティカル、ウーバーシープ、ココちゃんでいこうかな。いい感じ。宝箱があるよ。あれ？あ、あったあった。あるよのマーク。いけ！ 3 つ！来た！チャララ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 ラ。オッケー。ファンビーム、クレカ。死神スキルで相手を倒すと 20% の確率で 60% のダメージを与える爆。発が発生。
ああ、死神で。痛い。やば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 い。早く、早くどっか行って。これどっか行かないタイプか。うわっ。くそ。あメルはキアラへ行くわ。さっきね、キアラちゃんで最後まで行ったからね。ちょっとキアラで行ってみよう。ちょっとスペシャル技も見たいしさ。えい。これで。ねえ、ちょっと見たいよね。どんな技なんだろう。絶対かっこいいって。なんか鳥出てきそう。不死鳥が出てきて、なんかその鳥が、ヒュンってこう敵の間をかけていくみたいな。そんな感じがする。でっかいさ、炎の鳥が出てくるやつ。どうかなぁ。やばい、骸骨に囲まれた。でももう、使える。よし。行くぞ。ほら、やっぱりね。ほら。ね。きたー。かっこよすぎる。しかも、ちゃんと、永続で残るんだ、炎が。大正解だった。いやー、いいね、かっこいい。炎はいいんですよね。かっこいいんだよな。よしよしよし。来た!チョコ先生!勝利の女神。助かる。これいけるか?レディー?レディー?集まれ、みんな集まれ。いけ!最高アクス。おー、いや、強すぎる。かっこいいし、強いし。いいね。うん、ダンサー。なんか、キアラちゃんときアイテムめちゃくちゃいい気がする。順調。ファンビーム、チョコ先生で。何?あ、ボス倒したいな。でもダンサーだから止まっちゃダメなのか。止まらないようにしないと。よし、もうちょっとで不死鳥出せるぞ。来た!いけ!いけ!気持ちよすぎる。いけ!ふぅ。でででーん。ファンビームだ。やば、めっちゃ削られた。回復したいな。チョコ先生、助けて。
集中しないと。よし、ちょっと回復してきた。いい感じ、いい感じ。巻き返せる。不死鳥使うか。ブレイザー、みこちで。ブレイザー使うぜ。くらえ。おお。強い。ここちょっとね、きついから抜ける一回。抜けないと死ぬよね。絶対ダメだ。一回逃げて。ちょっと拾っていき。行って。あ、めっちゃある。溜まってる、ここに。いい感じ。炎を残そう。やばい。でも鳥で回復してるな。さすがキアラ。鳥そんな強くないもんね。レディーゴー。もうめちゃくちゃ強い。鳥でなんとかなってる。経験値、経験値。まだちょっと火力不足か。不死鳥。お、ファンビーム食らってるよ。ボスに今入ったね。ボン。舐めてきた。やばい。不死鳥、不死鳥使いたい。スペシャル、スペシャル技。レディー、行くぞ。くらえ、くらえ。強い。気持ちよすぎるこの技。こっちで。アックス。うわあ、闇落ちババア。痛い。うわ、囲まれた。やばいよー。どいてー。よし、抜けた。スペシャル技使いたい。ここで Z か。あ、めっちゃ落ちてる。あと宝箱、やめて。痛い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 。ダンサーで。あー、危ねー。3つだ。助かる。取る。やばい、死んじゃう。死にかけてる。2回。なんでこのワンちゃん食らってるの、これ。いつ食らってんだ。ぶつかってんのかな。食らえ、不死鳥。やばい。なんか敵のスピードが上がってるよね。あ、でも回復してる。いいよ。
た。このワンちゃん痛いって。経験値取らして、取らして、やめて、骸骨やめろ、やめてくれ。あそう、火力足りなかった。さっきが調子良かったよな、本当に。その19分20秒まで行ったんだ。あー、悔しい。待って。強化できるか？700円溜まってます。どれがいい？確かにね、コラボ武器、うん。BL 本強化できる。うん、そう、お金の力です。返金でガチャできる。攻撃上げる。300円だしね。うん、足りない。攻撃スピード、どうしよう。じゃあこれ買っとくわ。もう買えない。キアラを、キアラを信じるよ。ネヌはキアラを信じる。今日のメルはもうキアラで勝つる流れ来てるからね。よし、いけるよ。一回あそこまで行ったんだから。一個も強化してないのにさ、あそこまで行けたならいける。これ不死鳥の剣。寄ってこい、行け不死鳥。強い。ハーチャマ、ハーチャマクーキング、気持ちよすぎるな。不死鳥で一気にお掃除するのめっちゃ楽しい。よいしょ。どうしよう。迷う。てか、ファンビームとペンライト似てる。どれがいい？ペンライト、ビーム？オッケー。ブーメランみたいな感じか。ブーメラン。固定して。よし。これもらう。これ。不死鳥の力。かっこいい。何度見てもかっこいいな。ドレイクブレイザー、ドレイクブレイザー。
エアゴーも見てる。エアゴーも見てるね。ダンサーで。まだチョコ先生が来てない。来ないかな。よし。ダダダーン。アックス。アックスも強いよね。デリー？もうちょっと来て。寄ってきて。星長！痛い。フルコースかな。この中だと。だいぶ慣れてきたね。これだ。ボス出たな。ボス、もうちょっと敵来てくんないかな。あ、来た。不死鳥の力を見ろ。いた。お、来た。ボス倒した。倒したぞ。取らせてくれ。ちょっと取らせろ。取らして。それ欲しい。それ欲しい。やばいな。敵が痛いな。よし、ハンバーガーいいよー。取らして。来た。取れる。これバケツ。よっしゃー。チョコ先生頼む。来て来て。メルの元に来ない。わため来た。わためも助かる。ハンバーガー助かる。来ないね。来ないな。経験値はめちゃくちゃ美味しい。この調子、いつかは来てくれるかも。不死鳥強い。強い。不死鳥大好きになってきた。強すぎて。フェニックス
らーん。来ないねー。チョコ戦。うわー、ワンちゃん来ちゃったか。どうしよう。助けて、チョコ先生。寝てる。確かに寝てるかもしれない。起きて。あーって言って、あーって。ミルク欲しい。ミルクオッケー。ノエルちゃん。団長。団長も強いぞ。フェニックス来る。フェニックス、メルの大好きなフェニックスが来ない。フェニックス来ない。チョコ先生が来てくれない。これあと2つしか枠ないから頼む。でも7分まで来たね。来ないなあ。でもウーバーシープも助かるよね。ハンバーガーめっちゃ助かる。ウーバーシープ、お仕事ちゃんとしてるもん。ハンバーガー置いてってくれてる。不死鳥、来るぞ、そろそろ。くらえ！不死鳥の力を。このボス倒したい。これで死んだんだよ、ミル。やだ。わためちゃん助けて。わため、ハンバーガー頼む。ハンバーガー。一旦ここ抜けて。ハンバーガーちょうだい。わため。お、ボスやったか。チョコ先生が来てくれなーい。ミルク。え？え？なんで？え？ニワトリでやられた今。鳥が鳥にやられることなんてあるのか？結構むずいぞ。さっきが奇跡だった？でもちょっとチョコ先生この後きついね。そんな強いの鳥。友達でしょ？でもちょっとさ、最初のガチャ見て、ダメだったらこう、リスタートするのもいいかもしれん。このアイテムセットなら勝てるっていうセットで挑みたいよね。鳥やろう。チョコ先生起きてもう8時48分だよ。すごいね、もうこんな時間。この手のゲーム、時間がすごい溶けていく。いやー、来ないねー。まぁ、ちょっと BL 本は、すごくいいので、撮っとく。
してくれチョコ先生。レディーゴー。なかなか来ないぞ来ないぞ。今回も来ないパターンか。チョコ先生が来てくれないルート、世界線。お、宝箱。来ないなぁ。今回も来てくれないのか。もうちょっと待ってみようか。まだ序盤だもんね。ガチで寝てる。寝てるかも。さっき頑張ったもんね。さっき活躍してたから寝たか。もう寝るわって。起きてー。もう来なくなった。本当に来ない。落ちたか。寝落ちした。本当に来ないぞ。BL とニコチは結構来てくれるんだけどね。高確率でいるんだけどな。なんか確率とかあるのかな。出やすいアイテムとか。ねえ、でもこれいつ出るかわかんないからやっちゃうよね。リスタートのタイミングわかんない。しょうがないわねって。チョコ先生おはよう。助かる。これは絶対勝たなきゃ。頑張るわ。頑張れます。クリアしたい。もう結構手痛くなってきたけど。なんか手の甲痛くならない？ずっとさ、ボタンを押してるからさ、手の甲が痛くなる。こうたまにこう曲げないと。来た。必殺技くれ。鳥、君のこと舐めてたわ。まさか鳥にやられるとはね、思わなかったよ。ちょっと火力がきつい。火力きついな。BL。 鳥鳥怖い。よし、鳥怖いよ。鳥、でも鳥はね、経験値すごい稼いでくれる。助かるんだよな。
不死鳥の舞。ちょっと宝箱拾わして、拾わして、ちょ、痛い。上にあるんだよ、拾わして。待ってよ、ここ経験値畑だ。チョコ先生で、ランサーで、よし、やっと拾えた。ダララーン、アクシ、経験値めっちゃあるから拾って、ちょっと剣を育てよう、剣を。めっちゃ散らばってんな。レディーゴー、くらえー。いいな、スペシャル技あるだけで全然違う、助かる。ワンちゃん出てきた。ビール。いい感じだ。不死鳥。囲まれた、やばい。ワンちゃん痛い、ワンちゃん痛い、ワン。抜けよう。痛い。やっぱチョコ先生いると違うな、やっぱ。もうたまるよ、たまるよ。暗い不死鳥、やめろ、ボスやめろ、ボス。よっしゃー、ひと休み。もうしばらくはちょっと安定しそう、安心だ。でもさっきから充電がっつって表示が出るんだけど、今それどころじゃないんだ。もう命かけてんだよ。いや、ワンちゃん痛い、ワンちゃん痛い。この骸骨やりたいな。この骸骨強いんだよ。抜けろ。やばい。抜けて。ちょっと、ヤコ邪魔。抜けないとやばい。よし。一旦。怖すぎ。回復してる。あー、先に拾う。BL ゴー。ちょっと待って、よいしょ。鳥でなんか食らってるけど回復してるよね。
よいしょ。ピキ、あ、ピキピキピーマンだ。ちょっと、音が。マクドナルドのね、飲み物をちょっと今。なんだ、プラスチックの穴にストローが刺さってるじゃん。それをさ、ストローをさ、こう、何、引き出すと音がすごい。ちょ待って、メル本気出すよ。メルもちょっと進化するよ。レベルアップするよ。よし、行くぜ行くぜ、みんな。ピーマンと梅干しでやっつける。あともうちょっとで半分。やっつけたい。ピッ、フブラがいる限りちょっとあんま動けないんだよな。フブラ、フブラやべ、なんかすごいすごいすごい、何、黄色のホロライブマークがいっぱい落ちてる。何これ、ご褒美？どけ！宝箱拾わせろ！すごーい！ご褒美だ。アックス取る。黄色取りたいね。うわ、ネズミがいっぱい。アックス。でもなんかネズミはそんなにさ、HP 多くない。消えるぞ。ここでちょっと経験値を稼ぐ。スパイダークッキングがいいかな。箱太郎ね、うん。この最大 HP アップはちょっとやめた方がいいか。これ罠か。クッキングかな。メルの右手、この右手がもげようとも、この世界を救う我が右手よ。いけ、スパイダークッキング。ネズミ助かるな。経験値めっちゃ美味しいな。そこまで
我が右手よ、世界を守るためにもう少し動いてくれ。まあこのさ、このチクタクさ、強いって来る、なんかわー、チクタク痛い痛い、火力が足りてない。え、これマックス選んで意味あるっけ。チクタク TikTok みたいな。ちょっと待って、ここでね、ここで右手を休めるという作戦ある？マックスにするか、じゃあ。チクタクチクタク。じゃあハロウィンになったらカプミンたちが、うわぁ、やめて、もげちゃうよ。でもお金貯まったから、あ、ガチャできる、やる、ガチャ。ランダムか。でもこっちも欲しいよね、新しいキャラは。うん、ガチャだ。え、デビュー誰だ。おべーちゃん、ハゴ太郎。高いな、750円は高いな。どうしよう、めいちゃん難しいの？あ、そうなんだ。でも楽しい。上級者上級者か。めいちゃんのスペシャル面白い、やってみる。どれしよっか。ベイちゃん、今日なったらすごいんだ。ちょっとやってみようかな。で、移動スピード。購入。どんどん強くしていこう。じゃあベイちゃん、ベイちゃん強そうだな。ムメイちゃん強いんだ。なるほど、じゃあガチャに回してもいいね。おお、サイコロだ、おしゃれ。えい、お金貯めるか。じゃあしないときついね。とっとこ走るよ、箱太郎。確かにちょっと大変かも。ダンアンダー、ネズミランス、逆さまになる。
最初きついな。ほんとだ、クリティカルが出やすくなるんだね。ちょっとスペシャル技使ってみたい。そうだね、このキャラはこういうベイちゃんみたいなキャラは育つまでが、タッタンタッタンタッタン、いやいやいや、そろそろ使えるかな。いっ、ちょ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 、また猫ちゃんが机の下でメルの足ペロペロして、今集中しないといけないから。これか、クリティカル成功時ダメージ2倍、めちゃくちゃ強いな。来た、使ってみよう。おおおお、なるほど、いっぱいサイコロが出てくる。確かにこれは上級者向けだな、ベイちゃんは。これ慣れてないときついね。じゃ、もう死にそうだもん、メル。ダイスドール、お、今出たぞ。あ、50、いや、強いな、やっぱ。クリティカルが、めちゃくちゃ強い。ボスとかもすぐ倒せそう。痛いけど、ドンドン。ボス、ボスなんか守られてる。やば、きついな。チョコ先生、助けて。とりあえずお金だけ貯めれればいい。うわ、いすぎいすぎいすぎ。来た、ちょっときつい。お金だけちょうだい。やばいやばい、宝箱取れない。取らしてよ。せめて取らして、それ100円くらい入ってるでしょ。ちょっと、あー、もう36円。36円はしけしけだよ。ね、JP、なんか JP、ジェンって書いてある。ってことは JP も、ゲーマーズ以外に現れるってこと？これ。やっぱキアラかな？ゼロ規制ってこと？え？そんな、ゼロ規制の予定があると。なんだって？まさか本当に全員作ろうとしている？すごいな、すごい、それは嬉しいね。え、嬉しいね。2期生も来るかな。メル、メル、みんなにいっぱい使ってほしいから、強く強くしてほしいな。メルちゃん強くなってほしいな。ハナちゃんは多分料理で攻撃するのかな。でもアイテムあるもんね。はい、うん、料理でやって。ふぶきちゃんはもうゲーマーズで出るから。で、まつりちゃんは、なんだろう、チアガールだから、ポンポンで
やるのかな。あ、コウモリ飛ばすのめっちゃヴァンパイアっぽい。いいね。いけーっつって。魔力解放。アキちゃんは、なんだろう。エルフ。気になる。確かに、そうだね。メル、回復もできるキャラだったらめっちゃ強くね。チョコ先生みたいにさ、倒したら、もう自動で回復みたいな。その、デフォルトがもうチョコ先生のやつついてるとかさ。で、スペシャルは、なんかめっちゃ、ヴァンパイアっぽい、満月の、さ、赤い月みたいなエフェクトが来て、コウモリがブワーって、ブワーってなるやつ。かっこいいじゃん。強すぎる。でもさ、メルありそうじゃない？ヴァンパイアだもんだって。そう、ブラッティームーン。かっこいい。いいじゃん。でも確かにノーマルそれだとめっちゃ強いな。あ、でもその代わりなんかチョコ先生のアイテムよりはパーセントが低い。低いとか。それはありね。カプカプしたら敵回復するやば。あ、もうもはや見る敵じゃんね。カプミンめちゃくちゃ、そうそう、雑魚的で出てくるの嬉しい。敵がなんでよ。よし、もう一回くらいやってみるか。ガチャで出したいよね。ゴールデンヤゴはティアラでとりあえずお金だけでも貯めよう。え、レルにはやっぱティアラが合ってるみたい。使いやすいよ。かっこいいし。でも他のみんなのスペシャル技もちょっと見てみたい。えい。できるだけお金を集めよう。もうそれが目標。ちゃんのスペシャル、ちょっと先だねまだメル揃ってないからね。えい。行くか。スペシャル。あ、強いなぁ。あの、範囲が広くない？キアラのスペシャル。ヤゴー。なんかこのヤゴーちょっとパンチパーマかかってる。ね、なんかパンチパーマかかってるよね。
24円だ。ボスが来ないとお金たまんないわ。プンプン。レディー？もう使える。くらえ。強いんだ。あ、ボス来た。ティアラしか勝たん。ないアイテムが出てきた。時計とスピード上げるか。よし、お金いっぱいちょうだい。100円ゲットだぜ。ていうか待てよ、これさ、お金だけ貯めるならさ、 A ちゃんのショップ行ってお金貯まるやつに特化してやった方がいいよね。効率良さそう。ね。嫌だな、でもサトシがもしお金ゲットだぜとか言ってたら嫌だな。ねえ、サトシくんが、やれね、バトル終わってさ、お金持ちのお嬢様とかに、お金めっちゃもらってさ、大金ゲットだぜとか言ってたらめっちゃ嫌だよね。すごい嫌だわ。そんなサトシ見たくない。それもうサトシじゃないんだよな。闇サトシなんだよな。レディー？もうちょっと敵寄ってきてくんないかな。闇サトシバクラくん、バクラのフィギュア持ってるよ。推しだからね。バクラくんのラバーストラップと、ラバーストラップは家の鍵につけてて、そう、フィギュアはねお家にある。ボス2体目だ。クッキング、ボスを倒したい。来た。これいくらくれますか。107円。よし、BL ボン。今300円か。え、ま、え、あのさ、消化アイテム買ったじゃん。あれ全部払い戻しできるってさっきみんな言ってたけど、あれ全部払い戻ししてガチャに回すこともできるの？それもあり。
くらえ。あ、くらえ。コメントが見れない。残した方がいい。あ、そうだね、スペシャルは残しときたいね。チョコ先生来た。待って、この回結構いいんじゃない？お金目的でやってたけどね。やだなー、なんか今日のすごいゲーム中の発言が切り抜きされたらすごい誤解を生むよね。お金のためにやってるとかさ、ヒアラではお金を稼ぐとかさ、なんて言おうかな。コインにするか。お金って言うとなんか生々しいな。コイン。コインだとなんかゲームのお金って感じするよね。お金ゲットだぜとか。いやもう悪意しかないからやめてね。その、さすがにやめてね。ゲームなんで。よし、鈴だ、たまる。ハンバーガーは取っとこう。サイコアックス。くらえ。今6分か。ここまでは結構来れるんだけどね。でもなんかいい感じ。ああ、宝箱。うん、アタック。寝るの、洗濯も、洗濯の洗剤もアタックだよ。よし、きたー。ララ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 ラ、130円。レディーゴー。くらえ。クッキング育てるか。うわー、ボス来た。お、500円貯まってる。くしゃみが出そう。あ、ポーズになった。空気読んだね。もう昨日とかやばかったからな、本当に。くしゃみ止まらなくて。縦骸骨の軍団きつい。そろそろ使うか。痛い。あ、もう経験値が溜まってるね。どうしよう、これ。本当にフブラー出てくるからな。
フラちゃんが。経験値もちゃんと拾って。お、出てきた。フブラ、フブラ、フブラがやってきた。危ない、危ない。あ、これか。お金返して。お、3000円も貯まってるわ。これだけは買っといて。ガチャ。いけ。デビュー誰だ。おー、セレスちゃん。ファウナー。もう一回もしようかな。あとサナちゃん、クロニーちゃん、ムメイちゃんか。あと3000円もいるんか。くー、ほど遠いな。お金の力400円、これ買えれば。ホロコイン上昇。ファウナちゃんも強い？え、かぶりもあんの？マジ？ちょっと本当のガチャじゃん。え、かぶったらどうなる？強くなる？そのなんかよくあるじゃん、そのソシャゲによくあるやん。同じキャラ引いてもさ、同じキャラ強くなったりするじゃんね、ごどつとか。強くなる？じゃあいいや、じゃあいいや。うん、過酷すぎ。まあそれが本当にガチャだからしょうがないね。まあまあまあ、それならいいや。なんかね、納得できるよね。同じキャラ引いてもさ、まあ強化されるならいいか。でもさ、一番辛いのはごとつした後、もうキャラもごとつしてマックスまで行って、メルネテイルズのあのクレストリアやってたんですけど、ソフィーをね、10体引きまして、20凸しましてね、そのストーンももうマックスあって、でキャラも5体いたから、もうねどうしようみたいな。次来たらもうさすがに使いどころがないぞっていう。まあでも推しだったからね、メルソフィーちゃん推しなんで。そん時は奮発してめっちゃガチャったわ。もうソフィーのためにメルは待ってたからね。どうしよう、ちょっとスペシャルだけ見ようかな。気になる、ちょっと気になる子まず見ようか。ファウナちゃん、じゃあちょっと見てみようか。葉っぱだ。ファウナちゃんの攻撃もなかなかちょっと当てにくいな。よいしょ。コツがいるね、これ。でもあれだ、これ多分強化されたらめっちゃ強いぞ。
ねえ、強いよね、絶対。葉っぱの盾になりそう。大自然の守護。かっこいいな。スペシャルみたいね。苗木。ささやき。ささやき。もう ASMR じゃん。これしよう。ささやき。こしょ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 。ASMR？でもこれ作った方ほんとすごいね。ゲームを作れるってほんとすごいと思う。あ、そろそろ来るよ、スペシャル。スペシャル、どんなスペシャルだろうな。でっかい木とか現れるのか。お、すごくない、メル。大正解なんだけど。やったー。おー、あ、すごいすごい。あ、回復するんだ。おー、木の下では無敵。すごい、ヒーラーだ。なるほど。じゃあちょっと戻りますか。じゃあ、アイリス。お、アイリスちゃん飛んでる。いや、アイリスは何だろう。アイリスってさ、あれなんだよ。悪魔と、ハーフなんだよね、確か。どんな技だろうな。でもなんか光系なのかな。なんかすごい大きな光がブワーって出るのかな。希望、ダメージを受けた時 MP、 え、 HP だ。 HP が回復。いいね、スペシャル技いいな。あれか、経験値取ると溜まるのか。あ、敵やっつけないとね。来た、溜まった、行くぞ。おー、アイリスの花。なるほど。え、強いな。範囲広いし強いのでは。強いぞ。範囲が広い。じゃあ次、アメリア。かっこいいね。でででん、たくでん。ほんとだ、時間だわ。じゃあ待っとけばたまるのか。待っとこ。待っとこ。アメリアなんだろう。敵にババいるもんな。でっかいババが出てきてって感じで考えたけど、敵にいるもんね。なんかいっぱいあれじゃない。ああ、やばいやばい。いっぱいなんか銃を乱射するとか、ドルルッつって、バンバン。来た。うわー、かっこいい。時間が遅くなる。スロー。おー、みんなが遅くなるんだ。なるほどなー。次はグラちゃん。
グラちゃん、サメでかいサメ出てくる？しゃー、それか、波かな。波がブワーって来て、敵を一掃する系かな。波乗り的な。サメでーす。そしょ。そしょ。ありそうよね。あともうちょっと。たまる。えい。えい。きた。レディー。ゴー。おー。なんかグラちゃんが赤くなった。あ、なんかあれだ。移動スピード上がってるわ。え、めっちゃいいじゃん。いいね。移動速度上がるのいいな。ん？上がってたのか？あれ？あれ？そんな変わんない？攻撃力か。なんか速くなった気がした。スピード上がってる？やっぱそうだよね。バフがかかってんのか。いいね。わーん。どれもいい。みんないい。イナスケか？あと見てないの。みなすけ、みなすけはなんかすごい四方八方にこのタコの足がドゴーンって出てくる感じがするけど、イナも強いよな。そう、触手がいっぱいブワーって出てきそう。かっこいいね。あともうちょっと。たまる。3、2、1。たまるぞ。ゴー！おー、やっぱり。ドゥルルーン。タコ足、タコ足アタック、トルネード、タコ足トルネードって感じだね。なるほど、いいなぁ。やっぱみんなすごいかっこいいしね。あっという間すぎる。もうなんかこの手のゲームは時間が解けるな。2時間かなと思ってたんだけど、プレイ時間今見たらもうちょっとで3時間か。時間解けちゃう。あ、でも今日はこの辺にしとこうかな。ね、クリアしたいな。他にね、まだゲットできてないホロメンもいるから。なんならアップデートされるんでしょう。で、それまでになんかちょっと、ねる、お金を貯めとこうかな。お金貯めて、ヴァンパイアサバイバーズの時も、メル裏でめっちゃお金貯めて、強化したからね。うん。アップデートのためにもね。よし。ちょっと本編はこの辺で。このドット8ビットっていうのいいよね。ゲーム調のアレンジ。
ちょっとキャラメルデビルとか、8ビットの作ろうかな。トロロロン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 。カプトナイトスカイとかね、8ビット。アレンジ、作りたいな。いや、メルが作るんじゃなくて作ってもらうって意味ね。お腹すいた。よし。ウーバー、うーん、ウーバーするかな。いつも空腹だよ、うん、いつも空腹。ね、画面開きます。じゃあ読ませていただきます。ふうごさんありがとう。ぷーたろうさんありがとう。てんさんありがとう。みもまるさんありがとう。いや、ほんとクオリティ高かった。すごいわ。もっちゃんさんありがとう。そう、SSS なんですよ、今日の概要欄の一言ね。さふみさんありがとう。よこさんありがとう。キパイズミさん、センキューありがとう。すごい、ギフトの表記こんな感じで出るんだ。ありがとう、ギフトも、みんな。ジュンさんありがとう。レイさん、あ、レイさん、これフリチャーくれたの、ありがとう。そうだ、みんな、夏休みボイスがなんと販売されました。販売開始されました。メルもね、いるので、夏休み、夏休みボイス、みんな聞いてね、聞いてください。聞いたよ、早っ早っみんななんかね、早いんだよ。やっぱメルが言う前にもうみんな買ってんだよね。ありがとう。ありがとう。嬉しい。実は、これ収録のさ、いつだったっけこれ。引っ越し前に撮った気がする。もう、その引っ越し後、撮れないからさ、収録環境ないから、撮っちゃわないとって思って、撮った気がする。うん。結構前に収録したかな。そうそう、あれだよね、あのシチュエーションで言うと水着着てるよね、メル。今回のメルちゃん水着着てて、で一緒にデートしてた気がするんだけど、あれ、ちょっと聞いた人、もう前だからな、結構。うん、別に内容は全然いいよ。だからそのネタバレになんなきゃ。だってさ、内容わかんないとさ、ねえ、興味湧かない人もいるじゃん。どんなやつなんだって。なんかあらすじくらいだったら普通のボイスドラマもさ書いてるじゃん。でもカプカプボイスでね、ツイートしてほしい、感想。え、でもなんかボイス、そんななんか、なんだろう、
か少年漫画もののボイスドラマって結構ネタバレあれだけど、こういうなんだ、あまあまボイスとかのやつって特になんかネタバレとかさなくない？メル別に気にしないかも。だって仮にじゃあ例えばね、メルが遊園地、メルと遊園地デートしてて、最後観覧車乗りました、メルちゃんと観覧車乗って最後はすごく甘いひとときを過ごせたみたいなさ、別に感想があったところでプラスにしかなんないよね。あ、メルちゃんと遊園地行けるんだ、え、観覧車乗るの、マジでってなるじゃん。だからなんかマイナスになる要素がないかも。うんね、まあ、ミステリーものでもないし、メルは別にそんな気にしてないです。どうせみんなさ書いてくれるじゃん感想。そうそう、どんなセリフかとかね、最後好きって言われちゃったとかね、なんかそんなに気にしなくていいと思うんだけど、そんなになんか過敏にならなくてもメルはいいと思うよ。うん、他のフォロメンはちょっとわからないけど、メルは気にしないんで、そう、むしろ書いてくれた方が嬉しい。そう、内容知ったから聞かなくていいやっていうことにはあんまりならんよね、シチュエーション系は。むしろメルならマジか顔ってなる。うん、マジか、え、推しと今回は水着デートだってってからね。うん、ぜひ感想くれると嬉しいです。で今回はそうね、水着かな、水着でデートです。水着デート、まあ、結構ね、メルのシチュエーションボイスはいつも甘いから、甘いからみんなドキドキ、うん、甘々が多めかな、甘い。ねえ、メル、海、しばらく行ってないよ。で、そもそも水着着てプールとか、海とか、数年行ってない。まあ、別に水着じゃなくても行きたいけどね、なんか足だけ浸かるとか。言ってさ、なんか海に入るのそんなに好きじゃなくて、なんだろう、体すごいベタベタするし、なんかね、まあ、すごい綺麗な海だったらいいよ、沖縄とかだったらいいんだけど、なんかね、ワカメか海藻がなんかブワーって浮いてる海とか、濁ってる海にちょっと浸かりたいとはあまり思わなくて、そうなんよ、ちょっと汚いよね。汚い海はあんまり、だったらプールの方がいいかな。うん、でもやっぱめんどくさいよね、水着になって。特に女子はさ、髪の毛乾かすの大変なんだよ。うん、髪長いと着替えも大変だし、そう、なんかあんまり浸かることってあんまないかも。行ったら足だけ、海行ったら足だけ使って、綺麗だなぁ、みたいな、夏だなぁっていうのを感じで終わっちゃうかなぁ。そう、大人になっちまったなぁって思う。まあね、え、でもメル子供の頃海使ってたっけ。使ってもなんかその頭からドワンっていかんくない、海って。潜らなくない、あんまりメル潜らなかったよ、
すがにゴーグルないときついじゃん、海って。怖いしね。怖すぎる。なんかサメ出てきそうで怖い。そうそう、ガチ。海でさ、クロールとかあんましないじゃん。うん。そうそうそう。サメ来そうで怖い。怖いと思ってた。海でガチで泳いでる人いたけどね。たまにいるけどね。あ、そうそう、クラゲとかもね。でもクラゲもいたよ、普通に。浮いてる浮いてるクラゲ。うわって。怖いわ。海か、海、沖縄で、なんだっけ。海に潜るやつ。あれはやったことある。プロの人がちゃんとついてて、で、プロの人が、手でね、手とかその、海でもかけるボードみたいなものがあって、それに、こっちですよーって。スキューバダイビング、そう。それかな？青の洞窟ってみんな知ってる？青の洞窟っていうところに行って、ファイニングニモだよね。ファイニングニモ。見たよ。うん。これニモですって。プロの人がね、教えてくれて。そうそう。やった。え？ファイティングニモなの？あれ？あれ？ウィル？お、え、あれ？ファイニングじゃないの？あれ？もうまた間違えてる？え、なんか前回間違えたから、覚えてるよってアピールしたんだけど、あれ？ファイニング？ファイニング？え、もういいや。解明しよ。にも。ファイ、もうニモって呼ぶ。もうファイニングとかファイティングとか呼ばないことにする。ニモにしよう。ニモ。ニモね。ファイニング、ファイティングニモ。そうそうそう。ニモいて、クマノミだっけ？クマノミがいて。あ、ニモだーって。なったね。潜ってるとさ、耳が痛くなるんですよ。耳抜きっていうのをしないと、耳がね、なんか、水の圧ですごい痛くなってきて。やらないとね、痛くなるの。そうで、それを耳抜きのやり方もトレーナーさんが教えてくれて、最初はね、ちょっとやり方難しいんだけど、だんだん慣れてくると簡単になるよ。うん。あと、ボンベ？ガスボンベ。ガスボンベ背負って潜るんだけど、あれもね、どんな仕組みなんだろうと思ってたんだけどさ、本当にすごいんだよ。息ちゃんとできるんだよね。まあ、できないと困るんですけども、死んじゃうんだけど、そう。ガスボンベをね、背負ってね、そう。すっげーって、これだったらどんだけ水の中行っても問題ないわーって。うん。すごかった。でもめちゃくちゃ重いんだよね。結構重くて。メル、なんか階段登ったからさ、めっちゃしんどかった。あれ、なんか海の上、ま、なんか海の真ん中くらいまで連れてってくれ、船のオプションもあって。え？ガスボンベはやばくない？え？何？もうとりあえずそう、ボンベを背負って、階段上がったんだ。めっちゃ重くてしんどかったの。これみんなやってんの？あ、酸素ボンベか。酸素ボンベを背負って、そう、酸素ボンベ。もう似たようなもんじゃん。同じです。
そうそうそう。でもやっぱ船でね、乗せてってくれるオプションもあるから、そっちにした方がいいよ、みんな。歩くのしんどい、きつい。うん。最初はさ、海にね、こう仰向けになって潜っていくんだけど、もうそれも怖くて、どうやって海に潜るのって。浮くじゃん、基本人って。だからどうやって潜るんだろうっていう。でもね、うん、潜ったらすぐ慣れるよ。楽しかった。うん、まあ、人生で一回はね、やってみるといいと思う。経験として。なかなかないじゃん、海の底までさ行くことってね。また潜ってみたいなね。またやってみたい。ヨコさん、ありがとう。宣伝ありがとね。バルティアさん、ありがとう。ボイスも聞いてくれてありがとう。もっちゃんさん、ありがとう。あ、確かに、今月のあ、今月じゃないわ、先月か。7月のメンバー限定壁紙が水着だったんですけど、ちょうど、ボイスもね、さっき言った通り水着シチュエーションなので、確かに壁紙も見ながら、聞いてもらえると嬉しい。うん、天才。かぐらまみさん、ありがとう。Thank you. トクトムーンさん、ギフトありがとう。ガジガジドドドさんもありがとう、ギフト。Thank you. ジェフスターさん、ありがとう。Thank you. 田中太郎さんもありがとう。フォローキュア、フォローキュア。ユーキングさん、ありがとう。メンバー、カニオありがとう。ヨコさん、ありがとう。いつ書いた？ありがとう。大好きさん、ありがとう。デルスターさん、センキュー、ありがとう。ステハンさん、ありがとう。ブレスユーゾーンか。モンチャンさん、ありがとう。ブレスユー。リノさんも、ありがとう。ブレスユー。メグミルクさんも、ありがとう。フーゴさん、ありがとう。レイさん、ありがとう。ついは V さん、ありがとう。センキュー。みもまるさん、ありがとう。ヨコさんもありがとう。山田一さん、ありがとう。美味しいもの食べてね。ありがとう、ヨコさん。この後食べるよ。ブレスユー。ブレスユーゾーン2箇所あった。ねえ、メンバーギフト助かるよね。ありがとう。まあ、1ヶ月だっけ、確かね。1ヶ月間無料で、お試しで入れるみたいな感じなので。ね、気に入ってもらえたら嬉しいな。銀達さん、ありがとう。ふうごさんもありがとう。ほんとだ。もう1回来た。りなさんもありがとう。1ヶ月、1ヶ月無料で。うん。ね、もちゃんさんもありがとう。レイジェックさんありがとう。え、ギフトっていうか、ギフトで何かができるというか、メンバー限定の配信とか、壁紙とか、あと、ASMR 配信もやってるんで、まあ、ちょっとプランがまた違うんですけど、メンバー限定 ASMR もやってます。うん。しょ。お試しでね、みんなが、ギフトを配ってくれた方が、ギフトを買ってくれて、みんなに配ってくれるっていう。そう。本当にあったかいやつ。レイさんありがとう。ジュンさんありがとう。みもまるさんありがとう。ゼファー B さんありがとう。なんかあれだよ。君も、カブミにならないかい？魅力、一ヶ月間、ちょっとお試しで、して、ハマってくれたら嬉しいな、みたいな、カプミンのね、あったかい布教活動みたいなやつです。あったけ。え、卵男さんありがとう。
お前もカトミンにならないか。クズクズ人間さん、ありがとう。名前ありがとう。横さんありがとう。あ、そうだ、公式番組もね、そうそう、最近公式番組も結構呼んでもらえることが多いので楽しみにしてて、結構上がるよ。うん、たくさん撮ってきた。初雪さんありがとう。一瞬くるってなった。大丈夫？ゼファーピーさん、センキュー。みもまるさんもありがとう。ね、アップデート来たらやりたいな、また。直った。高田かおるさん、ありがとう。そうだね、なんか、昨日もすごいくしゃみ出たし、やっぱエアコンかもしんないね。ありがとう。たーさん、ありがとう。ぐっちさんもありがとう。ね、実装されたらいいな、メルも。嬉しいな。ツッキーさん、センキュー。ね、誰が一番強いかな。誰だろう。もうそれはさ、もう作る人によるよね。作る人の、もう、それは、設定次第ですよ。うん、あとは、もうプレイするみんなの、愛だね。愛の力。でもあまりにもさ、パワーバランスがありすぎるとちょっとね、悲しいよね。でもわかる。なんかメルも、どんなにそのキャラクターが攻撃力低かったとしても、推しだったらやっぱね、使うよね。なるほどくんとかそうだもん。なるほどくんクソ弱かったけど、そりゃそうだって感じなんだけどね。周りがさ、もう人間じゃないんだよ。なるほどくんが人間だからさ。そうそう、なるほどくん格ゲー出たんだけどめっちゃ弱かったんだよ。でも愛の力でね、使ってたよ、ずっと。だってさ、みんななんか武器使ったりパンチすごかったりなんかすごいのに、なるほどくんだけくしゃみとかで戦うんだよ。くしゃみとか、なんなら必殺技なるほどくんじゃないしね。裁判長出てくるしね。なるほどくん何もやってないからね、必殺技。意義ありとか言ってるけど、うん、くしゃみとか、あとなんかなんだろう。なの、こけて相手をこう、ズシャーってやったりとか。そんなに強いキャラクターではなかったよ。でもね、やっぱね、ボイスも聞きたいしね、推しのね。しかもみんな知ってる？なるほどくんの格ゲーバージョン、声優さん違うんだよね。鳥海さんなんですよ。結構なるほどくんね、ゲームによってボイスが違くて、声優さんが違くて。そうそう。結構違うんだよね。メインは近藤さんなんだけど、うん。レイトン教授とのコラボのゲームの時は、成宮さんだったし、そうそう。初期はスタッフだったね。タクシーボイスだった。でも、メルがハマったのレイトンからだから、成宮さんのボイスで、なるほどくん、かっこいいってなって、ハマったから、成宮さんのボイスだったからよかったのかも、最初ね。うん。アニメはそうそう、カジさん。ちょっと変わりすぎだよね。ちょっと、それにしても、声変わりすぎだよな。だいたいなんかアニメ版とゲームで変わったりとかはあるけどさ、コミック版のなんかね、ボイスドラマ版とアニメは変わるとかは結構あるけど、そんな変わるかって。声変わりしすぎだよ、なるほどくん。声帯いくつ持ってるの。でもね、近藤さんが嘆いてたらしいよ。アニメなんで僕じゃないんだ、やりたかったよーって。
や、そりゃそうだよねって。だって、ボイスドラマもさ、結構最新作の方は、なるほどくんずっと近藤さんだったから、メルもなんで近藤さんじゃないのって、思ったよ。思ったけど、ねえ、カジくんだったね。まあまあ、いろんな大人の事情があるんだろうけど。ね、まあ賛否両論あるよね、声が変わるっていうのは。まあ普通は変えてほしくないけどね。最近多いじゃん、なんか歌系のアニメだと、歌だけ違う人で、アニメの声は声優さんだけど、なんかその、歌のパートだけはまた違う人がやってるとか。マクロスのさ、シェリルとかね。ああいう形式結構最近見るけど、あれもなんか結構賛否両論多そうじゃない？ああ、そうそう、エンジェルビーツとかね。そうそうそう。でもメルはね、なんだろう、物によるかな。物による。まあ、結局好みもあるんだろうけど。でも、まあ、普通に考えたら、声変わるのはやっぱ、ね。違うじゃん。リアルで考えたらさ、なんで喋ってる時の声と歌は違うのってなっちゃうから、やっぱりさ、メルはさ、アニメのキャラクターも生きてるものだと思ってるから、なるべく一緒にしてほしいかなっていうタイプかもしれん。声優さんも言うじゃん、よく。私たちは、キャラクターに魂を入れてますって。だからさ、変わっちゃうとさ、ちょっと違和感あるよね。だから、メルはなるべく一緒にしてほしい。最近の声優さんみんな歌うまいからさ、別に変えなくてもいいのではって思っちゃうかな。まあ何か事情があるのかもしれないけどね、それも。あんま変えてほしくないタイプ。ですね。そうそう、まあ特別な事情がない限りはね、なんか私はキャラソン歌いませんとかね。まあそんな声優さんもあんまりいないけどな、最近。あんまりキャラソン歌えないですとか。特に若手の声優さんなんてもう、そういう訓練を受けてきてるわけでしょ。もう歌うこと前提でね。昔の声優さんとか、すごい大御所の方々は、歌わないと思ってね、やってきてる人も多いから。ちょっとキャラソンはっていう人もいるらしいけど。ね、今の若い声優さんたちは、本当になんか何でもできるように訓練されてきてるみたいだからね。マルチで。それもそれですごいけど。すごいな、楽器まで。それで言うと低音とかもそうだよね。すごいよな。何でもできちゃう。すごい。まあそうだね。VTuber もそうかもしれない。でもさ、VTuber は、絶対できなきゃいけないってわけじゃないじゃん。なんか必ずしも演技ができなきゃいけないとか、歌がめちゃくちゃ上手くなきゃいけないとか、ダンスできなきゃいけないっていうくくりがないじゃん、VTuber はね。もちろん、なんか、できたら才能だから、できることに越したことはないけど、まあ、縛りはないから、この声優さんはやっぱり、こう、一定のラインできないといけないっていうものがさ、やっぱあるしね。大変だなと思うね。でも VTuber さんもすごいよな、多彩な人多いからね。すごい。
まあそれで言うと声優さんたちは訓練を受けてきてる人たちだけど、 VTuber さんのほとんどは別にさ、デビューした時は特に特別な訓練を受けてきたわけじゃないところからスタートして、ね、そっからダンスやったりやってるから、それもすごいと思うんだよな。ね、本当に初めてからスタートしてやってるわけだからさ、それはそれですごいと思うよ。努力しないとできないからね。うん、そうそうそう、なんかそういう成長の過程が見えるっていうのがすごい VTuber はいいとこだよね。うん、そうそう、そこがまたこう応援したいってなるよね、頑張ってるって。ねえ、卵男さんありがとう。もうホロライブ愛がすごいゲーム、嬉しいねこういうの。トークトゥームーンさんありがとう。メル登場しないかな、ワク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 。今日は何食べよう。ありがとう、センキュー。たくみさんありがとう。あ、初見なんだけど楽しかったです、ありがとう、嬉しい。パイロットリュウジさんありがとう、8月もよろしくね。アリスさんありがとう、センキュー。 NPK さんありがとう。もらったメンバーギフトなので、来月正式に株主になります。だってみんな布教成功してるよ、みんなすごいよ、ありがとう、よろしく。やったね、嬉しいね。ガガメメスさん、メンバーギフトもらったので記念にスパチャします。だってくれた人ありがとうって、ありがとう、よっさん呼びだ、すごいレア、ありがとう。フーゴさんもありがとう、嬉しいですね。久しぶりにメンバー入ってくれた人のちょっとお名前も読みに行くか。ジョージさんもありがとう。未来人え、嘘、実装されてますか、本当に。ケシさん、シランさん、ローブさん、アーボーさん、ミスターサワーサワージャーさん、とレンシケンさんかな。ウェルカムメンバーシッププー、ウェルカムメンバーシッププー、センキュー、ありがとう、よろしくね。久しぶりに歌った気がするな、ありがとうございます、メンバー入ってくれて。ということで今日はこの辺にしたいと思います。今日もありがとう、楽しかった。ずっとね気になってたゲームだからね、やれてよかったよ、ありがとう。はい、じゃあみんなもちゃんとご飯食べてね、明日も頑張ろう。今日もお疲れ様でした、お疲れ。またね、今日はお休みじゃないまたねー。